皆さんこんにちは、ゆっくり銀です。今回はボーリングができるイースターエッグを紹介します。手順はマップ内に点在する5つの靴を打つだけです。打つ順番は気にしなくて大丈夫です。1つ目は初期リスのガソリンスタンドの店内、カウンターの上にあります。2つ目はリバイブの本屋の反対側、フランクのハードウェアストアです。少しわかりづらいのですが、商品棚にあります。ライトがチカチカしているところの下ですね。3つ目はスピードコーラ側からパックアパンチに行く道中の黄色い車の横の小さい家にあります。椅子の下に収納されてます。4つ目は墓地の作用、マップ外の木に吊るされています。最後はボーリング場の反対側、葬儀場の中ですね。棺の上に置かれています。この5つの靴を打つことでボーリング場にワープさせられます。はい、来ました。パリピなゾンビたちが踊っていますね。ゾンビにもゾンビしたくない時があるんでしょうか。それはそうとして、しばらく待っているとボーリングの球を投げれるようになります。このボーリングの球をレーンをシャトルランしてるゾンビに当てることができればポイントが入ります。最後に報酬がもらえるのですが、このポイントが高いほど高価な報酬になるようです。それではやっていきましょうか。これは初見プレイなのですが、やってみると案外難しかったです。斜めに投げるとガターにちゃんと落ちるんですよね。それと、チャージをすると2枚抜きとか3枚抜きとかしやすかった気がします。当たらなくても後ろの壁に当たって、跳ね返った勢いでポイント獲得とかもありました。ということで初回プレイは150点でした。さて、報酬は何をくれるのでしょうか。さすがに美味しくはないですね。ということで340点取ってみました。ちなみに300点で実績とコーリングカード解除もありますので、ぜひやってみてください。さて、お待ちかねの報酬タイムです。トロフィーがちょっとかっこいいですね。中身はレジェンド武器とキルストリークですね。それほど美味しいものではないですが、イースターエッグですしこんなものでしょうか。ただ運が良かったらよりいいものが入ってるかもですし、もっと高スコアを取れれば報酬も良くなるかもですね。それは置いておいて、マルチでもやれるそうなので、息抜きの一環でフレンドとスコアを競ったりするのも面白そうですね。ということでボーリングイースターエッグでした。皆さんも一度はぜひプレイしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。